皆さんこんにちは、山口県長門市教育委員会から参りました岡島邦彦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、ただいまから長門市における社会全体で取り組む基本的生活習慣づくりの取り組みについて、発表をいたします。長門市教育委員会では平成27年度より文部科学省の委託を受け、中高生を中心とした生活習慣マネジメントサポート事業に取り組んでいるところです。これから本事業における本市の取り組みの概要と、その取り組みから見えてきたこと、分かってきたことを中心にお話をいたします。戸建てといたしましては、スライドにある通り長門市における取り組みの背景、取り組みの内容と方法、取り組みを通して分かってきたことという流れになります。まず長門市の取り組みの背景ですが、3つの視点から浮かび上がってきた子どもたちの現状、実態から、それを打開するためには生活習慣の改善が重要なテーマとなるという認識のもと、本取り組みに着手してまいりました。一つは保健室からの視点です。各学校共通の課題として一工事から頭痛や腹痛を訴える子や、イライラする子、怒りっぽい子、また朝からぼーっとする、集中力がない子、あるいは長期に及ぶ不登校傾向にある子の姿が見られます。これは睡眠と覚醒のリズムの乱れに起因していると考えます。二つ目は自らを高める学力向上の視点です。全国学力状況調査の結果では、小中学校とも全国平均を上回っている状況ですが、塾に通っている子どもが少ないこと、家庭での学習時間が少ないこと、特に中学生は2時間以上家庭学習に取り組む生徒が少ないことが調査結果から分かってきました。またメディアを利用する時間は全国平均よりやや低いのですが、もう少し下げたいと考えました。そのためには自分で学習時間を確保し、自分で取り組む、そういう力が必要になってきます。3つ目は実態調査からの視点です。平成26年に長門市内の小中学生に長門の子ども体験活動等実態調査を実施いたしました。その中で前向きに挑戦したり頑張ったりしている、そんな自分が好き、これを自己肯定感が高い子というふうに解釈をしておりますが、クロス集計の結果から自己肯定感の高い子ほどマネジメント力が高いということが分かりました。以上3つの視点から見えてきた子どもの実態から、生活習慣の改善を図る上で重要な鍵を握るのはマネジメント力にあるというふうに結論付けました。この生活習慣の改善に向けて、本市ではこれまであまり注目されることがなかった睡眠覚醒のリズムに視点を当てました。そして睡眠を中心とした生活習慣の確立に向けて、単に知見を享受するだけでなく、自律的に生活習慣を見直し、自ら取り組むような効果的な指導の在り方を探っていく、つまり自律的に、失礼しました、つまり自分をマネジメントする力をつけさせることを第一義として方向づけました。この自己マネジメント力とは、リスク要因を事前に正確にあぶり出し、目標を定めてミッションを達成する力であり、自分で自分の生活習慣を管理し実行していく力のことを言います。そこで長門市では、自立に向かう君のパワーアップのためにを主題に掲げ、知見を教えるための学習教材作りと効果的な指導の流れの構成に取り組んでまいりました。学習教材作りは
広島国際大学心理学部の田中秀樹教授の協力のもと、本誌生活習慣支援員を中心として作成いたしました。効果的な指導の流れとして、各学校ではまず道徳で自立について考えを深めさせ、作成した学習教材を用いて授業を展開していきます。これは学習内容のポイントですが、ポイントをかいつまんでというか絞ったですね、学習教材を作成しています。まず一つ目、24時間よりも少し長い我々の体内時計を地球時間の24時間に合わせる手段として、朝の光と十分な朝食摂取が大変有効であること。二つ目、第一の体内時計である24時間の地球時間と第二の体内時計、眠りと目覚めを司る体のホルモンや体温のリズムを一致させることが体の調子を整えるために有効であること。三つ目、質の良い眠りを確保するために日中しっかり起きて活動したり人と積極的に関わったりすることが大切であること。4つ目、それらを阻害する行動要因として帰宅後の長い居眠りや休日の寝だめを例に考えさせていきます。特に活動時に分泌されるホルモンセロトニンと睡眠を誘発するホルモンメラトニンの特徴と関連付けながら学習していきます。5つ目、寝る直前のスマートフォンやゲームはスムースな入眠を阻害すること。ここではスマートフォンやゲーム機の画面から発せられるブルーライトが脳の視神経を刺激興奮させ、メラトニンの分泌を鈍らせることを理解させ、結果第一の体内時計と第二の体内時計のズレを引き起こす要因となることと結びつけて学びます。そして6つ目、眠りの質の向上に関わる睡眠中の脳や体の働きをレム睡眠、ノンレム睡眠を中心とした睡眠のメカニズムの中で考えさせていきます。このように内容を精選し焦点化しながら実際生活に即した学びを展開しております。次に、今述べた学習知見をもとに自分の生活習慣の実態を目に見える形でチェックし、2週間のスパンで睡眠日誌を記録していきます。そして多くの教員が関わり、多くの指摘や助言を受けながらチェックシートや睡眠日誌の記録から見えてきた生活実態や課題の原因の原因を探り出していきます。今度は自分や友達の課題について練り合う中で課題の明確化と解決への方途を探ります。こうした一連の取り組みから学び考えたことをもとに各自が目標を定め、ポスターセッション等の場で実行目標の意思表明をしていく、この一連のサイクルを繰り返して行うことが自己マネジメント力を形成する素地になると考えています。これは一日の生活時間を示した生活習慣マネジメント表ですが、これまでの学習知見を踏まえ、質の良い睡眠や十分な睡眠時間の確保の視点から睡眠時間と起床時間を設定します。そしてその次が大事なんですが、設定した就寝時間から逆算して帰宅後の生活を具体的にマネジメントしていく作業です。中高生になると部活動や通塾等で帰宅時間が遅くなることも多々あります。限られた時間をどう有効に活用するか、優先順位を考えながらマネジメントしていくことが大変重要になってきます。自分の生活習慣を見直し、自らマネジメントする取り組みの中で生活の質的転換を図っていく、これによって長門氏の主題に迫っていこうという構成になります。文部科学省の委託初年度となる平成27年度は、長門市内碧中学校と
大津緑葉高校壁校舎を研究協力校として授業の実施検証をいたしました。その実践成果をもとに平成28年2月21日子どもの能力を引き出す睡眠を中心とした生活習慣づくりと題したフォーラムを開催し、その中でのフォーラム宣言を受けて平成28年度学校教育では学力向上、気力・体力の土台づくりとして位置づけ、市内・小・中・高校の全教員が指導できるように、また社会教育では子どもから大人・高齢者まで賢く豊かな人生設計を育むことを狙いに、各年齢層に向けて公民館等で講座を開設するなど社会全体での取り組みを進めているところです。特に委託2年目にあたる本年度は社会全体に広めていく取り組みという観点から、先ほどお話しました睡眠覚醒に関わる学習教材を各方面に配布し、より多くの人が学び指導できるような仕組みづくりを行っております。スライドにありますように、1人が100回の指導より100人が1回の指導という考え方で、幅広い年齢層により多くの学習機会を提供することで社会全体に広げていく仕組みづくりとして取り組んでいます。このスライドは本市が作成いたしました CD 教材の種類と配布の状況です。学校教育用、社会教育用、それぞれに適した内容の教材を作成配布し、これをもとに授業や学習会、研修会等を展開しております。取り組みの様子についての写真ですが、学校教育では学習教材を各教員がその自分の学校の児童生徒の実情に応じて修正しながら授業を展開したり、児童生徒会活動の主要テーマとして子どもたちが主体的に啓発を促したり、また保護者用の教材を用いて日曜参観日や学校保健安全委員会等の機会を活用して保護者に向けての研修会や学習会を展開したりしております。また社会教育では各公民館で認知症と睡眠をテーマに高齢者に向けた講座や研修会を行ったり、地域住民用の学習教材を使って住民に啓発したりする取り組みも行っております。あるいは長門市にファミという家庭教育支援チームの組織がありますが、全小学校の就学時健康診断に出向いて保護者を対象とした睡眠学習会を実施いたしました。学習会の時間や人数規模に応じて教材をアレンジし、パワーポイントを使ったり、時には紙芝居形式にしてみたりと、実情に即して工夫した実践を行いました。特に就学時健康診断にはほぼ全ての保護者が参加しますので、各家庭に切り込む視点からも大変意義深いものになりました。その他、広島国際大学の田中教授による高校生への巡回訪問指導、また長門市学校教育研究大会での講演会、あるいは市の PTA 連合研修大会での体内時計と睡眠をテーマにした講演会と、さまざまな場を学習機会として捉え、精力的に事業を展開しております。これは長門市立図書館の写真でございますが、近頃睡眠に関わる書籍の問い合わせが非常に増えたということで、このように睡眠コーナーのスペースを設けて、より一層の啓発に努めております。このスライドは本市が作成いたしました睡眠と覚醒に関わる学習教材の広がりの状況です。市内のみならず市外、県外とも広く行き渡り、そこでまた枝葉を広げ、まさにアメーバのような広がりを見せております。ここではこれまで睡眠を軸にマネジメント力を身につける指導から分かったことをまとめております。
自己マネジメント力を身につけるためには、1、知見の学習、2、生活チェックや睡眠日誌の基調を通した現状の把握と理解、3、意見交換を通した生活の見直し、4、習慣化のための意思表明、これらの一連の学習を繰り返し実践していくことが肝要であるということです。また一連の学習を実践する際には道徳、教科、学級活動等と関連させながら横断的に学びを編み上げていくこと、児童・生徒会活動の主要テーマに据えるなど自主的・自治的な取り組みを支援すること、子どもたちが主体的に参加し仲間と深く考えながら課題解決を図れるよう討議やグループワークなどのアクティブラーニングを積極的に取り入れることが重要であると考えています。また睡眠を軸とした生活習慣確立の基盤となる場面は家庭にあることから、子どもだけではなく保護者や家族みんなの共通課題として捉えていくことが大切です。学校教育からのアプローチと同様、社会教育からのアプローチも極めて重要になります。中学生・高校生の自己マネジメント力を磨くためには家庭での在り方を含めて幼少期からの系統的・体系的な指導を構築することが大きな鍵であることは言うまでもありません。以上のことから本取り組みは学校がなかなか切り込めない家庭教育に切り込むことが可能となると考えています。このスライドは保護者啓発学習を終えての保護者の感想を抜粋したものです。長門市立湯谷小学校では親と子で一緒に生活チェック表を基調する取り組みを行っておりますが、保護者からこんな感想がありました。これまで親時間で子どもを動かしていたが、これからは子ども時間で過ごさせるように意識を変えていきたい、就寝前の声かけを勉強は済んだではなく寝る準備はできたに改めていきたい、学校が上手に家庭教育に切り込みながら親と子の生活習慣への意識転換を促していこうという取り組み事例です。最後に家庭教育に向けての保護者を対象とした学習会ではこのようなチェック表を実施しております。親子の触れ合いやコミュニケーションの大切さとともに基本的生活習慣や規範意識、つまり人として守るべきルールや善悪の正しい判断に基づいた言動を身につけさせる大切さを認識してもらうためです。その第1番目の項目に眠りと目覚めを中心に生活リズムが身につくよう心がけていますという設問を設けておりますが、いわゆるこれがしつけです。しつけは何のためにするのか、子どもが命を輝かせて生きていくためです。まずは保護者が手本を示すことから始めましょう。こんなふうに話をしています。以上、長門市における社会全体で取り組む基本的生活習慣づくりの取り組みについて発表させていただきましたが、これらの取り組みは一朝一夕に目に見える成果として現れにくいのかもしれません。長門市ではこれまでの実践から見えてきた成果と課題を十分に検証して、構築してきた指導のノウハウをさらにブラッシュアップしながら今後も継続的、計画的に事業を進めてまいりたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。3つの取り組みそれぞれに本当にたくさんの工夫があって、ここで聞きたいわっていう質問受けたいのでございますけれども、かなり時間が限られております。お一人かもしぜひここでっていうことがおありのようでしたらいかがでしょうか。